こんにちは、速稼塾の久保でございます。今日も動画をご覧いただきましてありがとうございます。そしてですね、オープニングが変わったことをね、ご覧になっている方、気づいたんではないかなと思います。私はですね、ナイトライダーという昔のテレビプログラムが好きで、その、トランザムを改造した、ナイト2000っていうね、レプリカを乗ってるんですよね。まあ、その他にも、ベルファイアっていうのを、まあ、自分の家の車として乗ってるんですけども、もう完全に趣味の車ですよね。でもそうしている私もですね、この、まあ、高い車なんですけども、家買うような車なんですけども、この車を買えるようになったのも、つい最近でですね、でこの車を買うに至っては、まずは家のローンがない形にするために一括で購入するってことをやってきました。そしてですね、車も家用の車を用意して、でその上で余剰車ですか、余剰車としてですね、ナイト2000を用意してるわけなんですよ。そしてこのトランザム37年も前の車ですから、ものすごくメンテナンスが細かいです。自分でもできるようにならなくてはなりません。でも私は車をボンネットを開けたこともないし、チェーンを巻いたこともタイヤ交換したこともありません。ズブの車素人で47まで来ましたんで、これを機会にアメ車、旧車も覚えていかないとなぁと思って少しずつやってるんですけどもね。ただマニュアルはないし、あっても英語だし、そして近くの修理工場に持ってってもトヨタのディーラーですら断られました。ってことは本当にね、自分でやるしかない、もしくはこのトランザムナイト2000仕様にね、乗ってる方を全国から関係を持ってですね、教えてもらわないといけないってことになるわけですよ。ですんで、まあ、ビジネスがね、もしかしたらこういった人脈とか継続とかスキルってものが大事なんだとしたら、まさに車乗りも人脈が大事で、経費もかかるんで、お金も大事で、時間も調整しないといけないとか、それからね、人に気に入られるような自分になっていかないといけないというね、そういう要素が結構あるんで、まあ、これは私がですね、ネットビジネスをはじめビジネスで培ったものがそのままどこまで活かせるのか、新しい挑戦だなと思ってるわけなんですよね。さあ、前置きが長くなりましたけども、前、継続というテーマでいただきましたよね。で、私はね、なんかこの、まあ、型にはめれば成功に行くまでの道っていうのは、いくつかのルートがあります。あると思うんですよ。まずは、成功に行くためにお金を使うというルートがあります。お金を使って成功させるというものがあります。例えば、武道館でコンサートをやりたいって言ってもね、お客さん来るのかどうかわかんない。で、お金もかかるってこと、問題あると思うんですよ。でも、お金があったらどうでしょうか。バイトでお客さんを雇って、で、自分のお金で、まあ、ね、武道館借りて、で、段取りは全部人にお金で任せて、自分は当日行ってね、歌うだけっていう風にできると思うんですよ。でも、ほとんどのミュージシャンは集客もしないといけないと。で、スタッフさんも雇わないといけないと。で、稼いで自分の経費も作んないといけない。それこそ弁当代、衣装代まで作んないといけない。だから、ないお金で何とかやるために、自分の音楽ってものを売っていくとかね、自分の人間ってものを売っていくってことになってくると思うんですよ。さあ、継続にはね、継続ではないですよ。成功に至るためにはお金を使えば何でも成功するんですよ。でもお金がないから私たちは困ってるんですよね。じゃあお金の他に何使うかって、知恵ですね。知恵を使ってお金がない、ないお金をカバーすることができます。知恵はありますか。お金がないとしたら知恵がありますかってことになります。じゃあお金も知恵もないんですって方、人脈でいいじゃないですか。すごく自分のことを応援してくれるスポンサーさんとか、もう応援してくれるような身内がたくさんいたら、自分の夢って叶うんですよ。でもどちらかというと、私たちはね、どんな人脈に囲まれてるかというと、何かやりたいって言ったらやめといた方がいいよっていうふうな人脈が囲まれてるんですよね。じゃあその人脈を手を切ってね、自分を応援してくれる人脈を探しに行ったことありますかってことなんですよ。多分ないんですよね。たまたま行った学校、たまたま就職した会社、たまたま住んでる地域、たまたまネットで見た人、こういうふうに、たまたまに支えられている私たちは、自分のことをそこまでね、一生懸命考えて応援してくれる人には、たまたま出会えないんですよね。だから意識をして自分のことを狙い撃ちで応援してくれる人を、こちらから狙いに行かないといけないんですよ。それが人脈の作り方です。具体的に言うと、私はですね、速稼塾の中で、まあ、奥義とも言っていいね、この YouTube 動画ってものがありますけども、ワントゥーワン動画って言って、一人のために動画を作っていくってことをね、やってるんですよ。これによってですね、動画を作られた人がどう感じるかってことを私はきちんと察してるわけなんですよね。で、当然闇雲に作るだけではなくて、その人が何に気づいてほしいのか、どこをテーマにすると返信がしやすいのかってことを捉えてるわけですよ。そしてその人のアウトプットレベルとか、いろんなね、状況に合わせた動画をお送りして、返信しやすくしてる、感動しやすくしてるわけなんですよね。中には、こう、怒りをね、呼び起こさせるように感情を動かすように作ってるんですよ。
まあ、この億万長者合宿シリーズの吉谷さんとのこのラリーっていうのも吉谷さんの気持ちを動かすようにも作ってますし、実はこのやり取りによって全然関係ない人が見に来た時にその人の気持ちが動くように作ってるわけなんですよね。だからいろんなキーワードをぶち込んだり、わざと吉谷さんと半身に回ったり、で吉谷さんをねちょっと持ち上げてみたりとか、お互いにそういうことをやってるわけなんですよ。でこれがビジネスの、まあ、いわゆる人脈の作り方の奥義なわけなんですよね。じゃあそこまで考えてやってますかってことなんですよ。たまたまに任せてませんかってことです。じゃあお金もないと、知恵もないと、人脈もない、じゃあ何すればいいんだと、あとはね時間をかけるしかないってことになります。でもやっぱり時間もないわけじゃないですかね。じゃあ何やるんですかと、お金ないし、で知恵もあんまりないと、で時間もかけられない、人脈もない、人脈作ろうともしてないという時に、じゃああと残された切り札として私は吉谷さんがこう提案するのが継続なんですよ。で継続っていうとまたね分かりにくいんで言いますけども、小さな積み重ねなんですよ。継続っていうのは小さくていいんですよ。1日1個の動画を撮る、1分の動画を撮る、もしくは1行のツイートをする、これをやっていくことなんですよ。でネットビジネスっていうのは発信による小さな継続の積み重ねがその正体です。ですからネットビジネスっていうのは派手に儲かるとかね、なんとかかんとかっていうんではなくて、発信を繰り返していくんですよ。発信による小さな発信、小さな発信の積み重ねという継続の結果、それがビジネスにつながってお金になっていくっていうことなんですよ。でこの小さな積み重ねっていうのはすごいんですよ。小さな積み重ね、1日に1分の積み重ねでも100日やれば100分の積み重ねとして時間っていうものが大きくなっていくんですよね。でそのアウトプットの時間が多ければ多いほど、それに気づいて見てくださる人がいる、要するに人脈ができていくんですよね。で人脈ができればいろんな考え方に触れるから知恵もできるんですよ。結果お金もできていくんですよね。だから最初の入り口を継続にするしかない人は継続でいいわけなんですよ。お金があるとお金から始める、知恵があれば知恵から始める、で時間があれば時間から始める、人脈があるんだったら人脈を活用する、それでいいんですけども、全部ないわけでしょ。ないんだったら最後の切り札として、私は吉谷さんがね、もう本当にね、もう二つく返事じゃないですけども、二言目には言う、これがですね小さな積み重ねの結果、継続というものになると思います。でもう一個ね聞いてみたいんですけども、じゃあ今までの人生で多分ですね、今この動画を見てるってことは何かに困っていたりとか自分の人生に疑問を感じてると思うんですよ。それはね悪い言い方をすれば、今までの人生であなたは何一つ成し得てないってことなんですよ。何十年かかったか分かりませんけども、一生懸命やったつもりのこととか、なんとなく過ごしてきたこと、いろんなことあると思いますけども、結局は過去にそういうことをやった時期があったっていうふうな思い出になってるんですよね。で、今に繋がってないんですよ。今日までに続いてないんですよ。昔、体操をやった人、体を使ってスポーツをやった人、今日やってますか？やってないですよね。継続してないですよね。だから終わりなんですよ。思い出なんですよ、それは。で、何かというと、学生の時はとか、昔の時はって言いますけど、思い出なんですよ、それは。継続ではないんですよ。で、だから、やった時から今日までずっと続けてるものだけが継続なんですよね。小さなことでいいんで積み重ねていくこと、これが継続なんですよ。で、まあ、あなたの正体は何なのかってことにもなるんですよ。あなたは結局自分のことをね、名前以外で表すとしたら何を今日まで継続してきたんですかってことがあなたの正体になるんですよ。ですから私はね、アフィリエイト、今ほとんどアフィリエイトやってないんで、トップアフィリエイター久保というのはもう思い出になりました。カメラ転売広島校の久保っていうのも思い出になりました。速稼塾のセミナー講師というものも思い出になりました。もう今やってないですからね。全部思い出です。 FX は今でもやってるんで、 FX トレーダーっていうのは今でも名乗れます。しかも勝ってますんでね、毎日のようにやって、毎日のように勝ってます。でその他こうやってね、隠居も現役でやってます。で冒頭で話しましたトランザムって車にも乗ってます。ですんでそれは今でも継続なんですよね。昔やってたけど今やってないっていうのは単なる思い出なんですよ。でそれがあなたの正体だってことなんですよ。で一つの偉人のね例を出します。大山増達という極真会の総帥でございます。もう亡くなっちゃいましたけども、私も極真空手をやってる中で、このね大山増達という方の、まあ、武道の腕にもそうなんですけども、考え方にすごくね惚れ込んだんですよね。で空手バカ一代という漫画の主人公にもモデルとして書かれているこの大山増達なんですけども、印象的なセリフがあります。大山増達さんは空手バカと言われてですね、空手については天下一品なんですけども、その他のことはほとんど知らないんで、いろんなところでね知人とか友人とかに騙されちゃうんですよ。で家まで取られちゃうとかね、自分のファイトマネーもなんか盗まれちゃうとか、で島にはギャングに追われるみたいなこともあったんですけども、大山増達さんはこう言いました。自分を騙した
詐欺師たちに向かって怒りのね鉄拳を振るう前にこう言うんですよ。お前ら俺のことをバカだバカだと笑っているようだが見ていろ、ただバカになったわけじゃないと、何も知らないけどなと、俺はその分空手にぶち込んでるんだと、これからお前らの腕や1本や2本へし折るかもしれないから覚悟しろっていうわけなんですよ。まあこれは怖いですね。まあでもそういうことなんだなと思うんですよ。自分の人生何にバカのように一本木に打ち込んできたのかなってことが自分を表すものではないかなと思うんですよ。私はボヒメにですね速稼塾ってものを多分入れると思います。でそれは私が40歳で速稼塾を発起してですね継続して多分死ぬ直前までやってると思います。死ぬ瞬間まで私は動画を撮ってると思いますし、速稼塾ってものをすごくね意識してると思うんですよ。でこの空手バカ一代にも通じるんですけども、こういうふうにね小さな積み重ねで築き上げたものっていうのはジャンルを問わず全場面で通用するんですよ。例えばよくね例に出されますメジャーリーガーのイチローさんですよね。イチローさんっていうのは野球以外のことはほとんど何もわからないぐらい野球をやってきた人ですけども、例えばこのイチローさんがですね、明治安田生命かなんかの保険会社に入ったとしますよね。保険会社に入っても野球をバカのように続けてきたその継続力をもってして必ず保険の営業でも成果出すと思うんですよ。思いませんか？おそらくネットビジネスやってもやっぱうまくいくと思うんですよね。その野球というものの継続の力を生かして成し遂げると思うんですよ。ネットビジネスのサイト作成とか継続してやり遂げると思いますし、インスタグラムでも毎日毎日いろんな写真を工夫してあげると思うんですよ。継続をやってのけると思います。こういうふうな一郎さんは野球が専門ではあるんですけども、専門外のところにも自分の野球で培ったその継続ってものを持ち込めるんですよね。でも継続してない人って他の分野に行ったら途端に弱いんですよね。途端にダメですね。でその他ね、知恵とかお金とか時間とか人脈って他の分野に行っても持ち込めるんですよ。いとも簡単に持ち込めますね。だからね、そう考えたらね、一つの会社で働いて辞めましたって言っても、こっちの会社で働いてた人脈をこっちに持ってきて顧客にすることができたりってことはありますし、まあ、イチローさんの例で言いますと野球からゴルフに転向しても一定のファンを持ってくることができると思うんですよね。だからね、小さな積み重ねっていうのはジャンルを問わずに通用すると私は思ってますんで、じゃあどんな状況になっても私たちが生き残っていくとしたら継続力があるかどうかってことに尽きるんではないかなと思います。で継続ができない人はじゃあ他の方法行きましょうと、お金使いましょう。でしょ？いいでしょ？継続しなくてもお金使えばいいんですよ。継続しなくても知恵使えばいいんですよ。継続しなくても時間使えばいいんですよ。継続しなくても人脈使ってくださいって話ですよ。で、何もないんだったら、あなたは何もないんですよ。夢も見ずに目標も立てずにね、そのまま何もない自分を噛み締めて生きる。それしかないと思います。でもそれじゃ悔しいって言うんだったら、せめてね、継続ってものに希望を託してみてもいいんではないかなと思います。で、ノウハウとか近道とかね、より、奇策っていうのは、その場しのぎ。その瞬間だけなんですよ。だからそれに頼っていると一瞬花が開くけども、昔は良かったなっていう思い出になっちゃうんですよね。だから私たちは死ぬ直前に思い出っていうのはたくさんできることに気づくんですけども、生きてる時に思い出はいらないんですよ。そういうふうにね、ここで締めくらしていただいて後半のテーマに入っていきます。後半のテーマはお金の勉強ということでございます。皆さんはお金の勉強、学校でしてない、会社でしてないって嘆きますけど、日本はね、マネーリテラシーが低いって言いますけども、それはあなたが個人的にお金のリテラシーが低いだけであって、他の人を巻き込むなって話なんですよ。ちゃんと自分で勉強できる人はちゃんとお金のことを知ってます。で、ここで質問しますね。お金の勉強ってのはどういうふうに選べばいいと思います？お金の勉強。ね。お金の勉強ってのは何をすることなんですか？途端に分からないでしょ。そういうことは自分で考えていくんですよ。誰かが答えを知っていてそこに学びに行けばいいっていうのはすでにもう甘えなんですよ。そうではないと。自分の内側からどこからの情報にも依存せずに、ちゃんと自分の内側から作っていくもの、それだけが行動する原理になるわけですよ。誰かが言ったからこうするとか、昔から言われてるからそうするみたいなのに、もう私たちは拘束される必要はないんですよ。なぜなら自分の脳があるからですよね。自分で考えて、自分で作って、自分で行動する。その繰り返しによって小さな積み重ねっていうのが実現するわけなんですよね。じゃあ私なりにお金の勉強の方法をこれからお伝えします。一番最初に定義するべきなのはお金の正体なんですよ。ここから始めていきます。難しい金融知識とかいりません。お金の正体とは何だと思いますかっていうことから自分で回答を見つけていくんですよね。そこがお金の勉強の第一歩です。で、いろいろ進めていくと、このお金の正体を自分で、ね、定義していろいろ進めていくと、次にこういう問題に出会います。
金利ってものですよね。例えば金利年 100% のね、投資案件がありますと聞いたときに、すごくないですか？すごいですよね。1年間で倍になるわけですよ。100万円が200万円になると。しかも手を加えずに、これ投資ですから。もう増えるんですよ。それすごいですよね。すごいと思いますよね。でも私に言わせればすごくないんですよ。なぜなら、お金の作り方って、金利もあるんですけども、ビジネスってものもありますよね。ビジネスって何なのかっていうと、例えば私の会社ってのは10万円で作った会社があります。でもこれがたった一人で運営していて、もうすでに億っていう金額を、大きく上回る金額を叩き出してます。で、もっと言うとですね、私が参加したビジネス塾っていうのが一個唯一あるんですけども、これが2013年に参加したんですけどね。これ購入金額、塾の購入金額、ちょっと名前忘れたんですけども、まあ30万とさせてください。30万だとしますよね。40万だったか分かんないですけども、30万だとします。これがね、3年で1億円の利益作ってるんですよ。ってことは、どういうことかっていうと、年間で3000万以上、この最初に30万で買ったものが作ってるんですよ。これ、年利100倍と言えませんか？ 100 倍。だから、金利 100% がいいのか、ビジネスがいいのかって考えると、これをね、両方とも投資と捉えたら、金利という投資をやるのか、ビジネスという投資をやるのか、どっちが儲かるかってことなんですよ。しかも金利ってのは100万が200万になりますけども、ビジネスってのは100万いらないです。30万でいいんですよ。30万で1億が引けるんですよね。そしてビジネス、別に0円でもいいんですよ。0円から10万円作ればいいんですよ。もっと言ったら0円から1000円作ればいいんですよ。できそうでしょ。0円から100円でもいいですよ。0円から1億円もいいです。全て0円から始めることができるのがビジネスなんですよ。だからね、0円で始めて1億円目指せばいいんじゃないですか。100万円目指せばいいんじゃないですか。その要素となる最初の1万円目指せばいいんじゃないですか。0円から1万円作ることなら、多分誰でもできますし、それができないんだったら1億円とかできないんで、月収100万とかもできないんで退場です。で、ここでね、お金の作り方を公式化していきます。よく聞いてください。お金を作る要素っていうのは3つの要素からできていると私は考えております。これもだからお金の勉強ですよ。まずはね、お金っていう要素ですね。種銭、種銭が0円だったら結果として大きく増えるかどうかっていうのはまだ分かりません。2つ目の要素は時間です。お金にどのぐらい時間をかけるかってことに対して、お金の結果としてのお金の増え方って変わってきます。で、3つ目が知恵です。お金にどんな知恵を吹き込むかによって大きさが変わってきます。結果とする大きさがね。だから、お金かける、時間かける、知恵なんですよ。お金がたくさんあって、時間がたくさんあって、知恵がたくさんあれば、イコール結果としてのお金っていうのはものすごく大きいですよね。でも私たちはお金がないわけですよ。で、時間があんまりないんですよ。で、知恵があんまりないんですよ。となると、結果としてそれで稼げる金額っていうのは少ないですよね。少なくても、少ないんですけども、でも、1億円はできないかもしれませんけども、1万円ってのができるわけですよ。となると、この公式によって1万円できるってものが、すでに今度はね、知恵にフィードバックされるんですよ。だからこれをね、具体的に言うと、0から1000円作った方法がありますと。これを200円で売りますってやるんですよ。ね。これ売れると思いますけんか。100円でもいいんですよ。で、その次に、0から10万円作った方法があります。これをあなたに売りますってやるんですよ。2万円で売りますと。2万円で買ったら10万円儲かる方法が分かりますよって言うんですよ。これを分解すると、まずは0円で100円作りましょうと。この方法、0円から100円作った方法を100人に売りましょうで1万円できるじゃないですか。で、こういうふうなことを繰り返していって、だん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 お金を増やしていくんですよね。だから0円から1000円もできるし、0円から10万円もできるし、0円から1億もできるという形ができます。で、ちょっと身も蓋もない話に切り替えますけども、ビジネスってのは他人に教わるもんではないと私は思いますね。ビジネスを他人に教わると成功する可能性は低くなります。よく考えてみてくださいね。ビジネスを運営している塾とかあるじゃないですか。例えば生徒さんが300人いるとしますよね。で、その中で1割ぐらいの人は何らかの形で、ね、継続できる、できないとか、向き不向きとかあって、1割ぐらいの方は何らかの形で稼げるようになるとするんですよ。ってことは10人に9人は稼げないって計算ができるんですよね。でも、塾の運営者っていうのは、うまくいった人を持ってきて、みんながこうなるみたいな幻想を振りまくんですけども、確率が悪い、ビジネスを人に教わる確率が悪いっていうのはどういうことかっていうと、100人が学んで、その中で数人しかうまくいかないものをみんなで目指してるってことなんですよ。これは東大の合格率より難しいですよね。
だそう考えると私はビジネスは人に恐るもんではなくて、もうその辺に落ちてるものがビジネスですから、だからそういったところに目を向けるっていうのが、これまた一つお金の勉強のカリキュラムになるんではないかなと思います。お金の勉強と言いますとね、お金の正体から始まって、お金の計算式になって、そしてお金を作るためにビジネスっていうのは人から教わっても確率悪いよってことね、こういうことを一つずつ一つ詰めていくものだと思いますけども、皆さんどうお考えですかね。まあ、考え方は人それぞれだと思いますけども、私は今日お話したような考え方に基づいて、今の隠居という地位を占めております。ただそういう結果がありだけですよね。結果から後付けでそう言ってるのかもしれませんけども、少なくとも私は、数年後にはこうなろうという結果を書いて、そこから逆算して行動しています。行き当たりばったりの部分が多いんですけども、結構ね、計算された行き当たりばったりなんですよ。まあ、ですんで、真似ることはなかなかできないと思いますんで、私は自分の方法で稼いだ方法を人に売ろうかなっていう気持ちはないんですよね。うん、私のうまくいった方法なんて、ただ同然というか、ね、ただでいいんじゃないかなと思いますよね。私が好きでやったことなんて。強制されて仕方なくやったりとか、金のために仕方なくやったっていう考えは全くないんですよ。やって面白かった。面白いから続いた。続いたから継続できた。はい。結果としてお金も増えた。これだけなんですよ。だからそこにね、自分のノウハウがすごいんだっていう言い方でいきますけども、私はそんな大したもんじゃないです。前も言いましたけど、継続ったって大してやってないんですよ。で今でも40から47の7年間ぐらいしかやってないわけですからね。7年ポッチで継続っていうんだったらみんな成功ですよ。うん。で、どんな会社に勤めていても30年勤め上げてもその会社の重役ぐらいにしかなれないっていうか、ね、重役にもなれないわけじゃないですか、ほとんどの方。ね、何が継続だよって思いますよね。30年やっても一般社員で終わる、それが仕事なんだったら継続なんてね、もっともっとしないと差はつかないですよね。それこそ定年退職が放棄して75とか80まで働くぐらいの継続を見せれば何か一定のね、ラインが見えると思いますけどね。はい、では今回は以上ですけども、お題としてはね、お金の勉強どのように進めますかってことでいきましょうかね。私は先ほどお話しました。もっともっとね、お金の勉強って言ったらすごくあるんですよ。マニュアルにしてもこんぐらいあるんですけども、今日は簡単に言いました。お金の勉強。お金の正体って何だっていうことと、お金を作る計算式は何だっていうこととね。あとビジネスっていうのは本当に人に教わるものなのかどうかなってことですね。私のお金の勉強のカリキュラムには、まあ、なんかたくさんの項目ありますけども、今日挙げるのはその3つですかね。もう一回言いますけども、お金の勉強ってどういうふうにすればいいんでしょうかってことをね、今日のお題目として挙げさせていただきます。それでは行ってらっしゃい。